台湾では統一地方選が終了したばかりですが中共にスパイとして吸収された退役軍人巨内県氏が金門県の県庁船に出馬していたことが明らかになりました1日台北地検は金門県で調査を行った後巨内県の身柄を拘束しました4日台湾国家安全局は巨内県を吸収した中共のスパイ陳昌庫を逮捕したことを明らかにしました 金門県の県庁選に出馬した退役軍人、巨内健氏は、陳尚公によって吸収され、中共のスパイになり下がりました。国家安全局の王徳林副局長は、4日午前、立法院国防外交委員会で、中共のスパイ、陳尚公を逮捕したことを明らかにしました。 金门的县长候选人徐乃已经被台北地、啊、证实是共谍，正在侦办中。对，报告委员。然后这个共谍案是郑小江的共谍案。对，没有错。是郑小江吸收了徐乃变成共谍嘛？然后他参加我们的县长选举嘛？台湾国家安全局はこの事件について法に基づいて調査すると示しました。 中共のスパイ陳小江については長年監視を続けていて、今回台湾に入境した際逮捕したそうです。台湾当局が中共スパイの逮捕を公に発表するのは今回が初めてです。一方、中共のスパイが台湾の地方統一戦に出馬したことに対し、金門県の民衆は戸惑いを見せました。第一他堅持 実際中共は台湾の選挙に対ししし各方面から関与していました先日ロイター通信は「台湾平穏をもくろむ中国の暗い影」という文章を掲載し中共の国務院台湾事務弁公室と統一宣戦線部門が台湾の選挙に深く関わっておりさらには長期にわたって台湾企業家を買収し 今回は退役軍人をスパイに吸収して選挙に出馬させたと指摘しました今回逮捕された中共スパイ陳翔光は中共解放軍の元高級幹部であると言われています台湾の退役軍人習自立 バ・ハクラクソウ・カロク・巨内剣などをスパイに吸収し戦闘機ミラージュ2000やパトリオットミサイルの配置などの軍事機密を収集していたと疑われています。新東人テレビがお伝えしましまた